ルイ・オーギュスト・ド・ブルボンは、ブルボン家統治期のフランス王家の一員、軍人、ドン・ブコウ、ウーハクシャク、ルイ14世の処刑の孫にあたる。ルイ14世とモンテスパン公爵夫人の間の、長男である、メーヌ公爵、ルイ・オーギュストと、その妻コンデコーアンリ3世の娘であるルイーズ・ベネディクトの間の、息子として生まれた。母が、ルイ15世の殺傷ウォルレアン公爵を、 失脚させようと格索して失敗したため、父は1718年にその政治生命を絶たれた。そのため2年ほどは遊兵された両親と離れ事案の、城で養育係の世話を受けて育った。軍人としての才能に恵まれなかった父と違い、軍士機関としての才能にたけ、オイゲン見期換のハプスブルク帝国軍に入隊して、オード戦争、ポーランド継承戦争、 オーストリア継承戦争を戦った。フランスでは、スイス人、このエレン隊の連隊長、ラングドック地方の総督、王家の狩猟長などを務めた。1751年に母の死に伴い屋根とドリューを相続する。ドンブコは、ベルサイユ宮廷には顔を出すのを避けて、姉上官で暮らし、姉の辞書を拡大させていった。ウール川の水を、 姉上官の庭園に導くための水圧装置を設置したりしている。生涯を独身を通し子供も持たず、1755年にフォンテーヌブローの森で決闘した際の傷が原因で死去した。メーヌ公爵家の家督は同様に未婚の弟、ルイシャルルが継いだ。ありがとうございます。